神武寺駅は神奈川県逗子市池子2丁目にある京浜急行電鉄逗子線の駅である。駅番号は KK52。8両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅構内は緩やかなカーブを描き、上りホームでは列車とホームとの間が開いている。ただし、六浦駅と異なり、車掌による注意喚起の案内は行われない。 駅舎は一番線ホームの六浦方に置かれ、二番ホームへは六浦方の端にある構内踏切で連絡している。古くからの木造駅舎が長らく残存していたが2006年7月頃に撤去され仮駅舎での営業を経て2007年3月24日に新駅舎が完成し、ホームにスロープが設置された。2008年10月1日には、 池子住宅地区及び海軍補助施設内に改札口が思いやり予算を財源として設置された。この改札口の利用はアメリカ軍の許可を受けたものに限定される。駅北側では金沢八景駅から横須賀線図紙駅へ続く総合車両製作所専用線が上り線から分岐しており、東日本旅客鉄道との会社線挙回転も存在する。 専用線は、金沢八景駅もよりの総合車両製作所、横浜事業所で落成した車両並びに、同所で改造する車両の搬出、搬入に用いられ、逗子駅から全国に公衆輸送される。また、日本車両製造や川崎車両などで製造された、京急、京成向け車両は、逗子駅まで公衆輸送され、このルートを通って、京急線に入線し、 台車を標準器用のものに交換する。2020年度の1日平均乗降人員は5086人であり、京急線全72駅中67位。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り。津市、葉山駅側から見て、駅の東側は住宅街、西側は米軍池子住宅である。 高取山や神武寺への玄関口として、ハイキングシーズンになると、高取山への登山客、神武寺への参拝客などで賑わう。駅前の県道205号線上に設置されている、神武寺駅が、最寄りバス停、京浜急行バスにより運行される。ありがとうございます。